カール・ローゼンブラッドカール・ローゼンブラッドはスウェーデンのレーシングドライバー。国際レースやツーリングカーレースで活躍したベスタービック生まれ結婚して二人の子がいる。1990年にスウェーデンのフォーミュラ・オペルでレースデビュー。彼はまた1991年からスウェーデンのポルシェチャレンジとヨーロッパインターシリーズに出場。ブリティッシュアルファ。 プラスチームで1996年には国際会三前選手権に参戦した。シーズンは成功したものではなく、チャンピオンシップポイントもなかった。またこの年からルマン24時間レースにも参戦を開始し、2007年まで7回参戦した。1997年、彼は FIAGT 選手権に切り替え、クレマーレーシングチームの GT1 クラスポルシェ911、 で参戦したが、目星成績は上げられなかった。1998年からは、ツーリングカーレースにも参戦し、スウェーデンツーリングカー選手権に日産、プリメーラーで参戦した。初年度の1998年は、日本でも活躍した AA エリジュの、チームエルグモータースポーツより参戦。開幕戦で3位に入賞し、シリーズ10位となった。翌年は、 イギリスツーリングカー選手権でも活躍したトミー、ラスタットが加わり、ラスタットは7勝してシリーズ3位。ローゼンブラッドも初優勝を記録し、ランキング6位となった。翌年もエリジュのチームから参戦し、ラスタットはドライバーチャンピオンを獲得。ローゼンブラッドも表彰台に何度も上り、この年も1勝して5位となった。ラスタットはこの年で、 STCC 参戦を一旦終了したが、ローゼンブラッドは引き続き2001年も参戦し、タイトルにこそ届かなかったものの、この年4勝する好成績を残し、2005年からは、世界ツーリングカー選手権にも参戦を開始した。1998年からは他に、デートナ24時間レースを行い、ラーブルコンペティションでレースを行い、3位を獲得。 2002年、彼は、ラブリコンピティションのクライスラーバイパー GTS-R で、FIAGT 選手権の別のシーズンに戻って参戦。2001年から2007年にかけて、ヨーロッパツーリングカー選手権と、世界ツーリングカー選手権の両方に参戦以来、STCC に定期的に参加している。2005年、彼は最初に、 プライベータクロフォードレーシングの BMW320i で WTCC に出場。彼は2007年にエルグモータースポーツの WTCC の4ラウンドに出場。また2007年、彼は GPC スポーツの GT1 フェラーリ F430 でルマン24時間レースに出場。2009年、彼は1レースのみに参加し、スパフラン・コルシャン24時間レースは、 バイタホーンレーシングのマセラティ m c 1 2 g t 1を勝手2位でフィニッシュした。ありがとうございます。